までに返事考えとけって。ですからちょっと難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。そんなタボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎるよ。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。なんだと。あ、八神、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ、ピンク通りにある連冠の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。連冠の K ってのお兄さん、一発どうですか。いい、このお店。ええー、お兄さん、ここって。ええ、いや、そう、八神が。八神。いえ、スイートビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんの。声かけりゃわかるだ。たく人使い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？あ？そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん、誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ、俺はこれで。
こがファンタスティックロマンスだな。あれ？今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おいタボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね、はいはい。すいません、空いてますか？いらっしゃいま。てめえ、八神。あれ、松金組の方。こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ。そう？ああ、マジ。お前はこ。ありがとうございました。よう、タボ。もう少し人気のない賑やかなとこじゃ敵も。人気のないと？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうブース。
カイトさん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがするんだけど、聞こえてるか？おい、カイトさんどこだ？こっちだ、待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろ、タモ。田村の居所を吐かせる。分かってるって。逃がすか。持ってきやがった。もう諦めろよ。ほら、捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。羽村、手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。
ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口聞いてた。カイト。カイトさん。カイトさん、ダメだよ。今は僕についてきて。くそ。待てくれ。止まれ。大丈夫。もう誰も追ってきてない。カイトさん、どうなった？ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか？盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は？ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ？じゃあもしかしたらカイトさんもそこに？どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい。行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでたむろしてる連中、見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？ああ、行こう。ん？てめえ、八神、なんでここが。くそ！行こう、八神さん。なあ。
てめえ、ヤガミ。お前ら、死ぬ気で時間稼げよ。ヘイ！待たせたな。じゃやれねえか。うわ、暗っ。八神さん、電気。こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってろ。ありがとう。いねえぞ。おい、どこにやがった。もう少しだ。よしよし、もう少しだ。よし。Yeah.
ここまで来やがったから。お前ら遊んでやれ。へい。八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。やつだな。おい、相手してやれ。へい。
少しだ。よし、もう少しだ。よし、開いた。遅かったな。待ちくたびれたぜ。あ、杉浦、僕のことはいいから、八神さんは海藤さんを行かせると思うか、やるもんだ。やっぱ本気でやるときはこれだよな。時間食っちゃったよ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ。さあ前見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺しだ。
八神さん、終わった？杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの？まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃ死ねんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか？肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか？この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か？親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾け！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？ふん、凶霊界のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか？俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？
どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ、ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ、真相へ近づいていく八神に仕掛けられた罠は、カイトーの流したちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。ふん、必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の生野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。くっ、あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ